ビーナスシリーズ第4戦マクール杯、ドリームメンバー5人を含む豪華な顔ぶれが揃った優勝戦、真っ赤な火花を散らす6選手は1号艇岡山の森谷美穂、2号艇香川の平山千佳、3号艇福岡の大山千尋、4号艇群馬の松本明恵、5号艇香川の平高奈々、6号艇は大阪の関野綾です。風は4メーターほどの北東の風、ホーム側追い風の競争水面です。ファンの熱戦浴びる1号艇森谷美穂がゆっくりと1コースへと入ってきます。さあ予選トップから王道のインディが優勝なるか。2コース戦は復帰2節目、復活 V へ虎視眈々、2号艇の平山千佳。3コース若松は初優勝です。ビーナスシリーズ連覇決めるか、九州地区トップルーキー3号艇の大山千尋後方に引っ張りました。片の道4コース、女王の底力発揮となるか、4号艇の松本明恵。5コースにはただ一人若松優勝歴がある5番の平高奈々、そして初の A 級昇格決めた勢いでドリームメンバー5人相手に全力アタックは積みのいフレッシュルーキー6号艇の関野綾。優勝戦第12列枠成り3対3インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。優勝戦第12列インから少し覗いたスタートは1号艇森谷美穂、一周1番の旋回インから逃げる1号艇の森谷、差しのハンドル2号艇の平山、握った3号艇の小山、誰も寄せつけないインから堂々押し切ったシリーズリーダー1番の森谷。スタートは前提正常でした。先頭は逃げた1番の森谷美穂、その後ろ2番手は4番の松本、一周2番の旋回トップで旋回は1号艇の森谷、そして2番手は4号艇の松本、上位2艇は1番と4番です。その後ろ3番手は一歩抜け出す5号艇の平高を追いかけます。2号艇の平山千佳、後ろは3番の大山、6番の関野。2周の1マーク取って旋回は1号艇森谷美穂、2番手が4号艇松本明恵、3番手2号艇の平山が仕掛けた、切り込んでいく5号艇の平高奈々、なんとかしのいだ5番の平高、3番手の位置をキープ。すぐ後ろの4番手が2号艇の平山千佳です。2周2番の旋回、1番の森谷美穂が取って旋回します。2番手4号艇の松本明恵、3番手2号艇の平山仕掛けた、切り込んでくる5号艇の平高が遅れた、3番手は2号艇の平山千佳が上がった。上位の体形1番4番2番でレースは最終周回に入っています。最後まで強かったシリーズリーダー1番の森谷美穂、最後のバックストレッチ、2番手が4号艇松本明恵、3番手2号艇平山内、切り込んだ5号艇の平高、さあ抜きつ抜かれつの香川コンビの3着争いはインコース5号艇の平高、アウトコースが2号艇の平山。そんな中予選トップから王道の優勝、オール2連単優勝へ向かいます。若松初通算10回目の優勝へ向かって最後のホームストレッチは1号艇の森谷美穂、そして2番手は4号艇の松本、3番手は5号艇の平高がリードバッター。上位体系145まもなくゴール、先頭1番森谷優勝のゴールイン、4番松本ゴールイン、5番平高ゴールイン、2番平山ゴールイン、3番大山ゴールイン、ラスト6番関野ゴールイン。優勝戦第12レース前提ゴールインしました。優勝戦第12レースの確定は1着1番2着4番3着5番以上でした。それでは表彰の模様をご覧ください。見事優勝いたしました森谷美穂選手です。おめでとうございます。それでは優勝いたしました森谷選手にボートレース若松マスコットキャラクター姫ちゃんより花束が贈られます。それでは表彰へと移らせていただきます。優勝いたしました森谷美穂選手に対しトロフィーが贈られます。プレゼンターは株式会社ネプラス代表取締役木島健二様です。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
続きましてカッパくんトロフィーが贈られます。プレゼンターは北九州市公営競技局ボートレース事業課事業委員長米光博でございます。ありがとうございました。それではここで写真撮影のお時間を取らせていただきます。どうぞ皆様、森谷選手の喜びのお姿お収めいただければと思います。プレゼンターのお二方にも参加いただきまして写真撮影のお時間となっております。前回の若松では優勝戦2着の成績でした。森谷美穂選手2年ぶりの若松で見事オール2連対そして11戦6勝での優勝を決めました。森谷選手しっかりと喜びの笑顔でよろしくお願いいたします。はい、皆様よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは写真撮影のお時間終了させていただきます。もう一枚、はい、じゃあお一方で、はい、じゃあ森谷選手お一方でよろしいでしょうか。両手にトロフィーを抱えての写真撮影となっております。よろしいでしょうかね。はい、ありがとうございました。それでは森谷選手に喜びの声を伺って巻いてって、はい、あ、そうですね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、優勝戦振り返りましょう。簡単にですけれども、まあ、見事なインディングでしたね。そうですね、スタートも思い切っていけたのでよかったと思います。感動りに行けましたか。コンマ07でした。リプレイ正面のですね対岸ご覧ください。もう見なくてもいいぐらいな感じですね。はい、はい、よかったです。よかったですか。はい、2年ぶり優勝戦2着の成績でした。はい、嬉しいです。はい、ここでね、また若松の勝率もアップされました。そうですね、もっと好きなレース場になりました。はい、この後ガマ氷でのレディースチャンピオンも控えております。お集まりいただきましたファンの皆様に、じゃあ最後に一声お願いできますか。遅くまでありがとうございました。もっと魅了するレースができるように頑張ります。本当に今日は遅くまでありがとうございました。抽選会がありました。失礼いたしました。ここで森谷選手にはすいません。もう少しお付き合いいただきまして抽選会、はい、移らせていただきます。まずは3等、商品券1万円分が3名に当たります。番号は後ほど発表させていただきます。皆さんね、バスのお時間も近づいてまいります。続いて2等、はい、人気美容家電2万円相当が1名の方、そして1等は商品券3万円分が1名の方に当たります。はい、それでは森谷選手ごめんなさい、もう一声、じゃあ最後にお願いします。はい、これからもっと頑張ります。見ててください。はい、皆さん盛大な拍手応援お願いします。